省は複数の自動車メーカーによる管制検査の不正が発覚したことから8月31日に国内自動車メーカー14社の生産担当役員が出席して適切な管制検査を確保するための対策会議を開催する。昨年日産自動車とスバルで無資格車が管制検査を行っていたことが発覚したほか、管制車の抜き取り検査で不適切なやり方やデータを改ざんしていたことが相次いで発覚した。このため国土交通省は8月31日に適切な管制検査を確保するための対策会議を開催し、これまでの経緯と対応について国内自動車メーカー14社の生産管制検査担当役員に説明するとともに意見交換情報交換を行うことで各社の不正防止の取り組みを推進。